あとよかったらよかったらなんですけど、皆さんチャンネル登録を、僕のチャンネル音楽やってるのでよかったらチャンネル登録をしてください。お願いします。それだけが僕の今日のお願いです。それくらいなので、チャンネル登録とツイッターのフォローとツイッターのファボとツイッターへのリプライとツイッターへのリツイートと、あとまあまあの布教を、それくらいしかお願いしないんで、本当にそれくらいしかお願いしないんで、よかったらお願いします。本当ちょっとのことなんでね。はい、まあまあの布教とツイッターのリプライとね、リプライと、おはようのリプライと、お休みのリプライと、ご飯食べましたのリプライと、リツイートと、ファボとお願いします。いや別に全然そんな話をする必要はないんだけど、あれだ、終わりの挨拶をしようと思ってね。誠さん、隣の竹かきに竹かけた。おい、もうやめろマジ、本当にそういうさ、意地悪をするな。その名前でさ、名前を読ませることでこう読めないみたいなさ、そのやめろマジ、本当。はっちゃんさんな、シチュー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 、お前もか、シチュー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 のさん。うわ、待って、めっちゃ難しい感じきた。うわ、ちょっと待って、なんだこれ、猫ギョギョさん。あ、絶対違う、ふずきさん、アティラさん。いやさ、みんな漢字むずくないマジで。なんでみんなそんなさ、もうまふまふぐらい簡単にしようぜ。もっとかりんめ、月下さん、痩せろデブ女さん。ちょ待って、俺が暴言を吐いたみたいじゃん。痩せろデブ女さん、やばいな。ちょ待って、名前を繰り返すたびになんかこう暴言を吐いてる気になるわ。言えない、待って。あまねさん、みやこさん、ゆまちゃんさん、茶色い犬さん、